八幡美咲は、セントホース所属テレビ局のアナウンサー。熊本県出身。熊本県に生まれ、幼少期ピアノとクラシックバレエと水泳に励む。小学生の頃ピアノコンクール、九州大会で1位を獲得。まさかず中学校、高等学校6年間オール5を取り続けた、努力家。上位成績者に送られる、特待生。生徒会副会長。 現役で、早稲田大学政治経済学部に入学早稲田時代は、チアダンスミンクスに所属。JSA 競技チア全国大会で2013年に、雑誌、ティアラガールズ専属モデル、JJ、霊読者モデル。チア引退後、アメリカ合衆国カリフォルニア州にある UCLA 大学に語学留学。並行して、現地のテレビ局や映画広告会社でインターンとして働く。 アメリカ日本大使など日系企業取材担当。大学4年冬、日本に帰国し、アナウンサーを志し、わずか3ヶ月後アナウンサー試験合格。2017年9月早稲田、大学政治経済学部に卒業卒業後、英語のスキルを高めたいと数ヶ月間、イギリスの語学学校に留学。資格は、英語検定2級、漢字検定2級、JCS オープンダイバー資格。 免許は自動車免許。趣味はスポーツ観戦、旅行。熊本の実家は有名スイーツ店太陽光発電事業を行っているという噂。2018年4月にテレ系熊本県民テレビ入社。2018年5月日本テレビで行われたアナウンス系列新人研修を終了。2020年4月広島ホームテレビ入社。 入社半年から情報番組フロントドアで初の冠コーナー八幡旅で PV 風に旅をし人気コーナーに2020年4月フロントドアで芸人ロザンと共にアシスタント MC に抜擢。コロナ禍の中メイン MC ロザンがリモート出演となり急遽サブから MC の代役を務める。その後も活躍が認められロザン復帰後も MC を正式に抜擢される。これは、広島ホームテレビ内においても、異例の速さでの大抜擢であり、今後の活躍が期待される。ありがとうございます。